福原に着いたのは6月22日である。一応備中の国に流罪と決まり、瀬能太郎兼康が警備の任を帯びて行くことになった。兼康はとかく後々最初から恨まれるのが怖いから、かゆいところに手の届くようないたわり方で少々の心を何とか慰めようとするのであるが、少々の方は一日として楽しまぬのである。彼の心には父成親の行方だけが気にかかっていたのである。その成親は備前の小島が港に近いという理由で、備前備中の境有木の別所という山寺に移された。この有木の別所と少々のいる備中の瀬能とはわずか50丁足らずという目と鼻の間であった。人づてにそのことを聞いた少々はどうにも懐かしくなって、ある日兼康に父上のいられる有木の別所まで何里ほどのところなのじゃと尋ねた。本当のことを言ってはかえってつらいだろうと思った兼康は、さあ片道12、3日もかかりましょうかと空とぼけて答えた。少々は、日本は昔33カ国であったのを後に66カ国に分けたのじゃ。備前備中も元は一つの国であった。東北のでは6つもそれで2つの国に分かれたと聞いている。昔実方中将が奥州に流され、この国の名所阿小屋の松を見ようと訪ね歩いたが見つからなかった。たまたま一人の老人に会って、東国の名所阿小屋の松を知っているかと尋ねると、それは大方出羽の国でしょうという返事に、国の名所が忘れられているとは世も末じゃと言って嘆くと、老人は、あなた様は道の国の阿小屋の松に子が暮れて、いずべき月のいでもやらぬかという歌で当初の名所をお尋ねになるのでしょうが、これは実は両国が一つであった時に読まれた歌で、今では阿小屋の松は出羽の国にござりましょうと言ったそうだ。実方中将はその後出羽の国で松をご覧になったという。ところで、あなたは有木の別所まで12、3日かかるというが、筑紫の太宰府から都まで15日で来るものを、いくら遠いと言っても備前備中の間が12、3日かかるわけがない。せいぜい3日というところであろう。それをあのようにでたらめを教えるのは、所詮父の在所を私に教えたくないためでしょう。少々は二度とこのことを口にしなかった。